こんにちは。ここは島根県の益田市の人丸下ということで、人丸ということが何なのかを知る必要があります。この人丸というのはですね、この裏にあるこの山のことでございます。この山には柿本神社というものがありまして、柿本神社は昔人丸下と呼ばれておりました。柿本の人丸という人の下の名前を取ったのか裏の名前を取ったのかというさですね。そのためここは人丸下と呼ばれておりました。この上でございます、山の。なのでここは人丸下というわけでございます。まあ1日1、2、3、4、5、6、7本ぐらいですけどね。知ってるとね、結構感動的かもしれません。人丸というのはね、私も初見では何かわからなかったんですけど、これが柿本の人丸様の名前がちょっとね、なまったっていうんですか、変化したものだと分かった日にはね、感動したものでございます。だからさっきだけどね、人丸した1日こちら6本、どこまで行くんだろう。小島ってどこっすか。